沖縄手帳発行人の時間この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事沖縄の再発見沖縄の再時記について語ります。 はい、えー、グスーヨ中川のびら、沖縄手帳発行人の前広徳一です。はい、こんにちは、えー。今日もね、引き続き自宅の方からリモートでやってます。はい,いますはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スタジオにはね、私一人しかいないくて、音声だけを受けているんですけれども、あ,あのラジオをお聞きの方には,はい、はい、そんなには変わりはないかなと思うんですけども。 はい、うん、<laughs> よろしくお願いします、うん、やっぱりそうだね、うん、音が届くのがちょっとあの間があるような感じがするんだね。そうですねタイムラグがありますけれどもありますねはいそんなには問題ないかなとあ、そうはいはい、はい、お疲れ様でねこのイヤホンセットも届いたんですよ <laughs> あ徳七さん今ね画面見てるんですけども、うん、ヘッドセットあのイヤホンと口に、はい、マイクが まあ口元にマイクが来てますね。はい、そうなんです。はい、やりやすいですか？うん、ちょっとこれあの、うん、ラジオ局に比べると軽いんで、はい。多分安いせいだと思うんだけどね。<laughs> 軽いんで心もとないような気がしますけど。<laughs> はい。まあ大丈夫でしょう。あ、音ね聞こえてますよね。はい。はい、今日から梅雨入りですよね。昨日かな？昨日だ。ね、昨日梅雨入り宣言。はい まあ、梅雨に入った模様というような感じの話になってますね、はい。でもね、さっきから大雨が降ってきたりして、宜野湾の方も梅雨だなという感じですけれども。うんうんまあ、梅雨の前半は、あのとひと型で、後半が土砂降り型だというふうになっているけどねうんこれす、すごい雨でしたね、昨日の夜から。ははい、はい 僕は毎朝散歩してるんで、はい、今,日今朝の雨の確率を見ていたらほぼ90%か100%だったんですよ、朝起きてみるといけそうな感じだったんで1時間半過ぎた頃から降り始めてズボレレになりました。<laughs> あじゃあ濡れたんですねあの 今ちょっと乾かされたような、はい、さっぱりされてますけど <laughs> 風邪ひかないように <laughs> 気をつけてくださいねはい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 じゃあ今日も始めていきましょうか行きましょうかはいではよろしくお願いします聞き手は FM 技能 1,、はい、1田辺由紀です今日も沖縄愛するくの大使をお送りしますさて番組を通して、はい、魔純沖縄の時間を取り戻しませんか面白いコーナーをご用意しています、はい、ティーチ今日の暦今日の暦 ターチ、雪の聞きたいこと、ナイチャーの雪が今さら聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。 手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集していますぜひご参加くださいメールアドレスは沖縄手帳アットマーク Gmail.comOKINAWATECHOU、ok、アットマーク gmail.com です、はい、また言っツイキャスで映像と音声をネット配信しています各局のホームページから見ることができますそちらもお楽しみください徳七さんが映っております <laughs> はい <laughs> そしてあの youtube ライブはえっ、ー、とこのリモートのため行っていないんですけれども後ほど youtube にアーカイブ アップしますので、うん、はい、後からは見れます、はい、あとリッスンラジオで聞くことができます、はい、全国のラジオ局から FM 技能ワンを選んで聞いてくださいパソコンでお聞きの方は FM 技能ワンのホームページに再生ボタンがありますこれは完全に同じものをお楽しみいただけますそれでは沖縄手帳発行人の時間スタートですこの番組は3印刷の提供でお送りします では、今日の暦です。沖縄手帳から雲んぬきやびら。今日は五月十二日火曜日です。はい、旧暦四月二十日。うん、晴天確率晴れ六十パーセント。大外れてですけどね。まあ、確率です、うん。潮回 <laughs> りは中潮。満潮、干潮時刻は満潮。 この後は夜11時45分で158センチ、艦長はこの後夕方4時49分で27センチです。あ,あと、キノとウの日です。対安です。うん、で、今日の、はい、今日の記念日、アセローラの日、元部長制定、そして看護の日です。 過去の出来事、1972年の今日、県内初のクレジット会社沖縄審判、現在の OCS 設立という出来事がありました。<laughs> 今日はえー、っと、<で><月>あの72年ですよね。うん、ちょうど復帰の年なんですよ。はい。はい、で、5月10日が復帰ですからねえ。うん 復帰の直前に、駆け込みでできた会社っていうのは、結構多いんですよ。へえ<ー>。まあ、沖縄さんも、沖縄新聞も、あの、その一つなんですね。へえ<ー>。ドルで、作って、登記書に持ち込んで、週開けると。はい、あの、日本に、なってるという、はい、世界の時に、駆け込みで作った会社は、県内には意外に多いもんです。はいはい、ああ。それ、面白いですね。 なんかその時にじゃあ駆け込みで何か買ったとかいう人多いいんでしょうねうん、うん、あると思いますよ大きい買い物とか。大きい買い物そう。ね、あの復帰すると、えー、米軍統治下ではなかったいろんな法律の規制がかかるんだとかねあ<ー>あのの農地などの転売が難しくなるとかいうことでその前にやっとこうということではい、はい、駆け込みでいろんなことをやった人が多い時期だと思いますね。へ またそれについても聞いてみたいですね詳しくね今週の週初めの日の出日の入り時刻は日の出5時45分日の入り7時7分ですあ日が伸びてますね、えー、で梅雨に入ってますね平年通りですねほぼねはい再放送をお聞きの方は今日は5月17日日曜日ですはい あ、徳一さんは何かありますか。梅雨の平均期間が5月の9日から6月の23日までなんですよね。はい、沖縄ではまあ消マン数と言ってますけど、でこの平均期間というのは1951年から最近までの、うん、気象台の統計なんです。はい、なぜ1951年51年からかというと、あの1950年は 戦争だったわけです、ねはい、沖縄戦があったんでその時の統計が残ってないっていうことなんです<ー>ところがある人があのア,メリカアメリカ側のは戦争中でも気象条件はちゃんと調べてるわけですね。はい、沖縄戦の年の沖縄の次はどうだったかっていうのはあの正確に調べられてましてですね。はいえー、それだとお5月13日から 6月の23日までが沖縄戦の時の梅雨だそうですだから沖縄戦が非常に激しくなった時からすごい雨が降って慰霊の日にちょうど梅雨が終わっているんです南部戦線がものすごくあの悲惨な時には土砂降りになってましてね、うん、まあそのせいで 土砂降りの時は不発弾が多いというのもあってね。今でも不発弾が起きるのが多いのは、この梅雨の土砂降りの中で観光者遺があっ,たかあったというのも一つの原因だと言われてますね。はあ、そうなんですね。今週の金曜日もまたこの目の前の西普天間住宅地区で不発弾処理があります。うん、ご注意ください。<laughs> はい、沖縄、はい。えっと、はい。<laughs> ツイキャス パンダパンダさん徳七郎さんこんにちははてなはてな、はい、は言葉がわからん笑ってきてますどのあたりがわからなかったですかね <laughs> 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 そっかでもわからん言葉はこれがわからんかったって言いにくいですねどうしたらいいですかね、うん、まあもし分かったら聞いてくださいだあとですね メールも来てます。金井さんから、今日もラジオアプリで聞いてます。ああタイムラグも気にならないですよ。はい、あ,りありがとうございます。はい。リスンラジオでで聞いていいいいててただるんすすかねありがとうござまはそれでは、皆さん、ステイホームで聞く人が多いんじゃないかな。そうですね。ラジオ、ぜひ、この番組も面白いので、聞いてください。はいでは 次のコーナーに参りましょう。はい。雪の聞きたいこと。雪の聞きたいことコーナーです。あの。最近ふと思ったんですけど、あ,<ー>あのいろんな沖縄の伝統的な。祭祀。お祭りとか見に行くんですけど。 はい、あの、うん、放年祭とかああのー、まあ、お盆はお,お盆とかほ年祭とか種取り祭とかいくんですけどうん、うん、このなんでふとこの夏夏に放年祭があるんですよ。<laughs> でなんでかなーってそれをちょっとふと思って放年祭ってことはこの1年の収穫のありがた ありがとととうううございいますすっていうことだと思うんですけどそういうのは9月とか秋のもんだって思ってるんです自分はもうそのもう印象がもうずっとこびりついてるもんで小さい時からなんでこんな変な夏の時期にって思ったんですけどあもしかして農業自体のこのサイクルが違うのかなと沖縄の。 はははいはいはい<で>そうなんですよ、はい、種取りにしてもなんでこの10月に「うん?」みたいなうん、うん、ピンと全然ピンときてなかったんですけどまあ由紀さんはねいろんな祭り行って、えー、そこの民謡を聞いたり、うんはい、三味線をたまに弾いたりしてるんで。はいはい ますますあの季節感とどうも合わないなっていうのがあるかもしれませんね。そうですね、意味調べれば調べるほど、あれなんでかな、この時期にって、そして周りであまり農業も見かけないので、ね、自分の周りがたまたまですけどね、はい、はいそ,うはい、そうなんですね、まず思うのはあの、日本の文部省がまず、間違ってると、あの日本は秋に収穫祭をして、法、うん、年末にあるんだよ はい、というのが学校で教えられるわけでですね学校でもだし自分の周りでも。春夏秋冬があって、はい、秋に収穫ほうれん祭秋祭りだよってなってるわけですよね。じゃあ沖縄はどうなのかっていうとこれねあの沖縄も昔は米も麦も作っていたんですよ。はいえー、沖縄本島の場合は中心になっていたらやっぱり。 米らしいんですねはい稲作が結構中心になっていたらしいんです、うん、でも今周りに田んぼってないですよねないですねないです沖縄で田んぼが今でも残ってるっていうのは北部のやんばるに少しと八重山ぐらいなんですへ<ー>でギロワ湾のエフェムの目の前に広がっている茶谷とか、はい、あれは広大な風な納基地っていうのは それぞれはチャタンターブッチャーとか、カデラターブッチャー、うん、ターブッチャーっていうのは、あの、ドロンコ。ドロンコ畑って意味なんですね。うん、水田のことなんですよ。はい。だからとてもいい水田が広がっていた場所だったんです。うん。で、そういうふうな農業に向いてる水田がずっと広がっているような場所は。まず、アメリカ軍基地になってしまってるんですよね。ああ、はいはいはい、はい。はい まあ、ターブッチャーは水田で残ってるのは今はもうやんばる付近<ー>それから、えー、八重山ぐらいしかないよっていうことなんですね。はい、であと一つは僕も意外だったのはまあ今日から昨日から梅雨ですよね。はい、沖縄は火通になるととっても大変なことになるわけです。 干ばつになるわけですねあこの時期雨が降らないと。雨が降らなくて台風も来ないともう大変な干ばつになっちゃうわけです、ね。はい、まあ今はあのダムがたくさんできてすぐには干ばつにならないようになってますけどうん復帰前は大干ばつが何度も襲ってきたんですよね。うん180日ぐらい、まあ年、1年の半分ぐらい雨が全く降らない時期が続いたことあってうんその時に 残っていた田んぼはほとんど旗作に変わってみたいです例えば久米島はあの米軍基地もないんで水も豊かなんで水田が多かったらしいんですけど復帰前の大干ばつでもうみんなやめちゃったらしいんです。はあ、そうだったんで変わったのは何に変わったかというと大体サトウキビに変わっていったわけですね。 もともとは水田もあったで麦もあったで泡も取れたんです、うん、で一番いいのはあの本土と違って1年1回じゃなくて米は2期作なんですよね 2>,、うん、2回米めが取れますよ、うん、1>, あの1期作の方が量がたくさん取れて2期作は少しよと、うん、だから米の2期作を中心にやっていく農業農村と 米を下絵にやって麦作をやるとそれから今度はあの麦は温度が低くないと温度が高いとダメらしいんですで先島とかは麦は取れないんです、うん、そうすると今度はあの冷え冷えとか泡とかを中心にやるとか。 場所によって米の根木作、米と麦作、うん、あるいは冷えとかいうふうに村によって多分違ってたんでしょうね。うん、沖縄本島大でもあの中部から上の方は結構米が多いし南部に行くと麦が多いとか、うん、でそうなるとそれぞれの,この工作の違いによって収穫の時期が違うんですね。私も調べてみたんでですすけどね、うん、例えば米ですと 植え付けは大寒から立春ですから今の1月の20日から2月の4日頃に植え付けしていくらしいんです。わーということはそして収穫が夏至から、うんうん、夏6月21日から少々7月7日頃らしいんです。<ー> <laughs> だからゆきさんが言う通り 6月の末、えー、から7月の半ば、あたりにかけて、収穫、米の収穫があるわけです。ああ、じゃ、あぴったりですね、法年祭の時期ね。あ、はい。ああ<ー>、それでね。はい。あの、沖縄では農業の祭りで馬地って言うんですよね。はい。群月馬地、五月馬地と、六、はい、月陸月馬地っていうのがあります。はい。馬の五月十五日が、五月馬地、群月馬地。 これは稲の穂が出てくる子らしいんですよ。うん、でこの稲の穂がたくさん出て、えー、たくさん取れますようにっていうお祝いをするわけですね。で6月六月馬ちうま,うま,ちうまちっていうのはまあ祭、ま、りっていうとのうちの方言ですけど、うん、旧暦の6月1四日頃に米をは取れる収穫祭があるっていうことで。 この6月生まれ旧の6月15日は結構大きなお祭りがあるわけですね。うん綱引きなどとかね獅子舞とかをやるところも非常に多いんですよ。うんうん、それからあと一つはこの 6, 6月生まのちょっと前あたりにアブシバレがあるわけですね。うん、アブシバレあのアブのアブから、えー、害虫を払うと。 うん、畑のあざ道田んぼのあざ道から害虫を払うという虫よけの儀式ですけど収穫、うん、祭のちょっと前にこれは行うわけなんです。うん、でこれが稲作の1期目の基本的なパターンなんですね。うん、2> で2期作はこれからほぼ半年近く5か月ぐらいずれるらしいんですけど 1>,、うん、1期作の方が量は多いんでこの時のお祭りが中心じゃない。うん そうかそうはあの年がち中待ち3月中待ちっていうのも聞いてることがあると思うんですね。うんはい、これで何かっていうと麦作らしいんです。<ー>麦作の収穫は睡眠の時から立夏の時ですから4月の初旬から5月の5日今頃かな、うん、この頃が収穫期らしいんです。うんうん、そうすると 旧暦3月15日の三月うまちっていうのが麦の収穫祝い、うん、っていうことになるらしいんですよ。うん、でそのちょっと1か月前の年月うまち旧暦は2月15日があの麦の穂が出てくる頃なんですね。麦の穂が出てくるとこれが育ってくれ育ってくれたくさん出てくれってお祈りをして、うんうん、やっぱりあの虫払いとかそういう儀式をやって三月うまちを迎えるってことになるらしいんですね。うんうんうん であとはあの泡を作ってるところは下至から少々ですから6月21日から7月の半ばやっぱり米作とほぼあの泡作は時期が重なるらしいんです一番忙しいのは6月の下旬から7月の中旬に繰り出が一番忙しいという、うん、それが終わるとやっぱりほっとするんで、うん、こ,こは大きななお祭りをししようっていくとしうといにるでょね、うん、そっかーすごいやっとピンときました これが分かると米作を中心にして9の6月15日頃に収穫お祝いなんだねとうん麦作だと9の3月15日頃にお祝いをするんだねというのがまあ大体分かるんじゃないかなという気がするんです。これはね今でもほぼ同じらしいんですよ。あの名護とかヤンバあたりはこれに従っての農作をやってるらしいんです。 りま,したまあそれで結論ですけどあの本土の法年祭秋祭りっていうのは秋に収穫ができるというイメージが非常に頭の中にこびりついていますんで、うんえー、それが正しいだろうという気になって沖縄が合わないっていうのはおかしいじゃないかというふうになっちゃうんですけど、うん、沖縄のもともとの農業稲作を考えると米軍がいい土地を取る前 それからあのエラサクがなく水,水基金でなくなってきび作に転換する前はこの6月9の6月15日頃に盛大な祭りがあちこちで行われていたでしょう,うで、て黒いんですけど水田が多いところと水田が少なくて、えー、麦中心のところではあの祭りの重点を置く時期が違う。う いいこととにななるのかなと思いますね、うん、別にあの沖縄が間違ってるとかは思ってなくてただ本当に自分の肌感覚でこのぐらいの時期 <laughs> 今だったらまだ稲植えたばっかりぐらいだからそれで夏なんか収穫どころじゃなくてまだ育ってる途中だから<う>なんでこんな時期に放念されてただ思っただけで。<laughs> だからあの気候が違うんでねその取れる時期が植える時期も違うって当たり前ですよね <laughs> それがあんまり分かってなかったまあそれはねその通りで,でしかもああのまあ、米軍が基地ができて畑がどんどん取られちゃったとかきび作が増えてそこに転削していったってことになって、うん、まあお互いの身近でね この農業の農事カレンダーに従って仕事をしている農家っていうのがとっても少なくなっちゃったでしょ、ね、っんですようね。ああ、そう。でも、お祭りはそのまま残ってますから。そうです、ね。それが引き継がるっていくとなんですよね。うそっか、なるほど。あの、ツイキャスで沖縄 T シャツパパヤさんから。 そういえば、昔、家の近くに田んぼありましたね。いつの間にかなくなってたけど。うん、そして、そうそう、しょっちゅう断水してましたっても来てます。そうそうそう、ね、そうなんですよ。で、う馬賃の時に、おばあちゃんが作ってた、三木、美味しかったなーって来てます。はい <laughs> <キ>。はい。三木。そうですね。うん。三木、お酒。はい。ほう。すごいな。うん、ね。え。 あとはこれで分かったと思うんだけどあの意外にねのき農業は旧暦でやってるっていうふうに思い込んでる人も多いんだけど、うん、旧暦はあの毎年ずれていきますんで、うん、旧暦では農業できないんですよね。うん、で太陽暦に作られた24石器というものに従ってやる夏至とか少々とかこれ24石器ですね。で24石器の始まりは何からやったかというと。 当時らしいんですね、うん、沖縄ではトゥンジーですね12月の2223日、はい、この時に、えー、最も昼が短いんですよね、うん、そしての太陽が出た時に物の影が一番長いいらしいんですうん、うん、この一番長い時期に日時計で持って1年の,あの始まりの日っていうふうにして 次の1年までを24で割って24石器を張り付けていくと、うん、でその24石器を太陽の動きに従っていきますので,、うん、やでいわば太陽的なんですうん、うん、この24石器に従って農業を行っていくということになりますということですねうん、うん、そうですねはい何か,らなんかタントゥイなどは、うんうん、収穫をして種まきをする前に うん、種を取るということからやるんですよね,、うんうん、ねだから種まきの収穫をして種まきの前あたりに出てくるということになると思いますね。うんうん、なるほどもう農業がね身近にないから全然こうあのその残ったお祭りだけを見てちょっと意味がわからなくなってたんですけどよくわかりました。 まあ、そういうことで、それを、沖縄の季節に、が、本土と違って、いてそれに合った形で、米の、ね、気さくがあって。沖縄の、あの、農業のお祭りっていうのが、できてるんですよ、っていうことになるんですよね。うん。はい、雪の聞きたいこと、今日は、えっ、ー、と。沖縄の農業の、あの、時期を教えてくださいでした。<laughs> ありがとうございました。うん、じゃ、あ一曲お届けしましょう。 では照屋凛介さんで「年中行事くどち」これ1年間通してね沖縄の行事が歌い込まれています。